今お話しされてた、ちょっと具体的なものではないんですけどね、選手と接してて、ちょっと具体的な話すると誰のことを言ってるかが分かっちゃうから、ちょっと 言えないんですけど、劣等感、イコール、弱点っていうところにつながると思うんですけど、私はその栄養の話をする前に、あなたはどこ目標にしてるのとか、あなたの、弱点何っていう聞き方じゃなくて、あなたの強みってどこって聞き方をするんです。で、そうした時に、私の弱点はって結構弱点を教えてくれるんですけど、じゃあ強みはっていうと、言ってくれるんですけど、数がすごく少ないんですよね。で、そのコーチングをやっていく中で、同じことなんですけど、弱点を克服しようっていう言い方もあるんですけど、強みを増やそうっていう言い方もあって、で、私はどちらかというと、弱点を克服しようじゃなくて、強みを増やそうっていうふうに言っていくんです。で、あなたの強み何って言って、みんな日本人だから謙虚なのか、本当に少ないんですよ、出てくる数が。で、例えば2つぐらい出たとして、5つはっていうと、5つですかってなるんですけど、私が求めてるのは最終的に30なんです。で、まずは10個、あなたのその選手としての強み、プレーでの強み、全部合わせてでいいから、10個まず教えてねって、揃えて言えるようになったら言ってねっていうふうな言い方をすることがあるんですけど、これ学生も同じくなんですけど、10って言われたら、10ですか？っていう感じなんですけど、今実際に私今持ってる新しい授業があって、でその中で今1回生に、今月末までに、とりあえず10個って言ってあるんですけど、来月末までに20個で、前期終わるまでに30個って言ってあって、って言ってましたけれど、そうすると最初誰でも分かる強みを上げてくるんですけど、そのうち自分の弱みを今度強みにしていかないと足りなくなってくるんですね。そうすると強みを増やしていくイコール自然と弱みの部分が、弱点の部分が強みにこう変わっていくっていうふうな現象が起きるっていうので、弱点を克服しようというよりも強みを増やそうっていうことで、結局やってることは一緒なんですけれども、そういうような方法で克服させていって、考え方が前向きに変わった選手が実際にはいます。最初自分のプレーに自信がないからあまり上げてこないんだけど、他の選手よりも何が得意とか何が強みなのっていうのを聞いていって、で数が少ないからもっともっともっとって言ってると、だんだん出てくるようになって、自信になっていったっていうような人を知ってます。だから劣等感イコール弱点なんだけど、そこのところでこう強みを考えさせる方法でいくと、その渡辺さんが言ってたようなお話とかも選手の方から出てくるのかなって思うんですけど、弱点となると、イメージ的にこうマイナスの方にやっぱり行きやすいので、強みを増やそうよとか、強みはどことか、強みどれどこを強みにしたいとかっていう持っていく方法もやっぱりいいんじゃないかなというふうには思ってます。そうですね。これ、バドミントンだけなのかわかんないですけども、作戦を考える勉強会だったりとかすると、戦術を自分で合った作戦を考えていこうっていう会だとすると、いろんな技術、メンタル、フィジカル、長所、短所って言って、まず書き上げていってもらうんですけども、短所出てくるんですよね。すごい出てきて、挙句の果てには全然書いてなくって、なんでって言ったら全部だからって言うんですよね。そう。短所の中でも優劣つけてって、一番なって困る点検は何なのとか、一番増えたくないのは何とか、で、長所がないっていうのは、これ多いですけども、じゃあ、その中で一番マシなのは何なのとか、じゃあ一番入る確率は高いだけとか、何でもいいんですけども、それがもう突出してないと、先ほどね、小田さんおっしゃってみたいに、誰もが見てわかる長所、でないと長所っていうふうに、認識できなかったりとか、あと、これ地震の回でも出てきましたけども、
人に言われて偉いという自信っていうのはやっぱり弱い。あ、君、この球いいねって言われて、あ、この球いいって言われてるから自信持ってますって、もう、その球の使い方が分かってなかったら結局出番なく終わったりだったりとか、出てくるんで、逆にその自分の弱みが何なのかっていうと、一番弱い部分は何なのかってことがはっきりしてないと、さあ何でも来いって配球してて、自信ある人は全然何も自信ないんですよ。全部ダメだからって。で、何でも来い。だったら一番苦手なものだけはせめて避けたらっていうふうな。ただからその20個、30個っていうのは面白いですね。そうですね。だから最初は、渡辺さん言って、今出てきたように、まあ、みんなが分かっているものだけが出てくるんですけど、奥底のものって、で本当に結構重要なやつって、その掘り下げないと出てこなかったり。本当に自分自身の向き合わないとダメですよね。それが一番本当の強みだったりっていうもので、人にはないっていうものを見つけてくることが結構あります。でも自分自身をよく見ないと見つけられないので、そういう意味で今、まあ、うちの学生には自分探しをしてもらってる感じなんですけどね。世の中でなんか自分探ししてる芸能人多いですけど、これですね。大事な自分探しは。小倉さん、いいですか？教えてください。はい。はい、そういう弱みはたくさんあるけど、その弱みをこう、うん、の中から自分の強みを見つけないといけないっていうのを、はい、その中、小倉さんはどういうふうに導いてあげる感じなんですか？もうそれとももう、はい、とことん考えるっていうことで、うん、こう自発的に出てくるものなのか、はい、やっぱりそのコーチングの一つのスキルとして何かこう導く方法というか、はいはいはい、なんかそういったものがあるのか。まあ、今は授業なので全体に私が投げかけて、で例えば人に言うの恥ずかしいなと思うものでも何でもいいよっていう、まあ、最初はみんな当たり前のものを出してくるんですけど、そうなるとその30ぐらい出そうと思うと人に言うと恥ずかしくて堂々と言えないっていうものまでを長所に上げていかなきゃならなくなるので、発表しないからっていうので、まあ、言ってるんですけども、1対1になると喋りながら、あそこそういうとこいいよねとか、こちらの方から気づかせるというか、なんだろう、すごく褒めたたえるというよりも、あそういうことできるんだねっていうことをもう一回返してあげるようにはします。1対1の場合は、で本人がそれをいいと思ってるどうかは別として、あこれができるんだねとか、すごくそれいいねって言ってしまうと、さっきのこう鵜呑みにしちゃうところもあるので、言ったことをオウム返しに、あこれができるのねとか、これができるようになったのねっていうことをもう一回返してあげる中で、本人の方から、あそうなんですよ、前よりこんだけできるようになったんですっていうところでもう一回認識するっていうようなことは割とあります。で方法論的には、まあ、承認してあげるってことなんですけども、わーってこう褒めなくても事実を事実として認めてあげるだけで、本人はあすごくこれっていいことなんだなっていう認識をしたりっていうことがあるっていう、まあ、手法があるんですけども、過度にやりすぎるとそうじゃないタイプの学生さんがいるんです。わすごいねって言ったら何がすごいんですか、選手もそうですけど、もうタイプ的に私は分かってて接するはするんですけども、分析型の選手とか学生さんはわすごいねって言っても逆に不信感を私に対して持つので、何がすごいんですかって具体的なことを求めてくるの でそういうようなタイプの選手だったり学生さんに関しては、これがこれだけできるようになったよねっていう具体的数値だとか回数だとか、そういうものを伝えて、私はあなたがそれができるようになったと思うっていうことを伝えるようにしてます。そうするとすごく納得するんですけど、で逆にわーって言われてわーって上がる子もいるんです。でその子に関してはわーすごいじゃないっていうと、それでえそうですか、じゃあまた頑張りますみたいな感じになるので、正直タイプを見て対応を変えてるところはあります。ですね、お答えになったでしょうか。あはい、すごく
参考になりますということは、参考というかよくわかりました。僕は逆、今言われたように、こう、同じ、すべての子に同じように褒めてたなっていう、のもちょっとあるので、まあ、はい、やっぱりね、選手一人一人にちゃんと向き合ってあげないといけないなっていうところで、うん、なんかそこはちょっと、それこそも今のは、まあ、反省でもありましたし、うん、ちょうどで、この後10時から、その学校の勉強でグループワークがあるんですけど、はいはい、要は、この話なんですよね。その各、うん、その組織の中でリーダーになっていく上で、メンバーをどうやって動かしていくかっていうグループワークをこの後するんですけど、やっぱりそこで、うん、個性だったりとか、その本当にやっぱり理論的に説明してあげないと、こう、職種が働かないっていう子もいれば、というか、まあ、社員もいれば、本当にこう、単純にこう認めてあげるっていうことが、こう、その人のモチベーションになる場合もあれば、